どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。発売から1日が経ちまして、総プレイ時間が30時間ちょっととなりました。配信可能区域のギリギリのところまで進んでおりますね。で、最強キャラのシバ作ることができました。今日はシバを使っていきたいと思います。レベルはもちろん99まで上げておりますね。で、スキルなどはこんな感じにしております。攻撃を2つ入れまして、で、それに、万能プレロマを2つですね。で、氷結と衝撃を無効化して、奈落のマスクに皆殺し、こういった感じになってます。まあ、火力もありますし、耐性もバッチリっていうところですね。ステータスは全くいじっておりません。これから力をどんどん上げていきたいところですね。はい、こんな感じで行ってみましょう。それでは連続バトルモードのチャレンジでやっていきたいと思います。敵のレベルが100のやつですね。で、ちなみに難易度はノーマルでやってます。ハードじゃちょっと厳しいかなと思ってノーマルでスタートしたんですよね。で、戦い方ですけども、まず主人公で、全能力を2段階上げるスキル、これを芝に使ってあげて、能力値上げますよね。で、ターンダバーで、攻撃をしつつ防御力を下げてあげる。で、サンダルフォンはまだ、攻撃をせずにラスタキャンディを使って全体を上げてあげます。で、タオを、ヒーラーとして使ってるんですけども、あとあとはね、ダウンロードコンテンツの、キャラクターなんだっけ、クレオパトラか、あれに変えようかなと思います。主人公とタオは、全然スキルは触っておりませんね。全然触ってない。まあまあ、とりあえずシバとサンダルフォンだけは、ちょっと触ったかなっていう感じで、やってます。あ、シバはもう完璧に作り込んだけどね。これね、 MP 消費がえぐいんだよね。これMP 消費もうちょっとなんとかならんかなと思うんですけど、回線使っていくか。で、これも技もね、ちょっと違うやつを入れたいんですけども、今はとりあえずこれなんだよな。 OK、 相対したダメージも出ないね。1400か、まあまあってところだ。まあまあですね。まだ回復はいりません。これ切れるタイミングをしっかり見計らわないとね。 OK、 耐性はもう抜群です。耐性抜群。あ、次で切れるのね。オッケー、大丈夫。あ、敵の防御力がもう元に戻ってるかな。あ、いや、戻ってない、まだまだまだだ。で、ここで能力値を上げてあげましょうか。で、死がもう2段階上げようかと思ったけども、もうこれでそのまま押し切ります。いや、ちょっと待って、 MP がもうねえぞ。 MP がないね。結構厳しい。普通の敵だったらもう全然2ターン以内ぐらいでは倒すんで、こんなこと考えてもなかったけど、いやー、やっぱ MP 結構厳しいね。これなんだろう、どう対策していいんだろうね。 MP をちょっと対策をしたいにはしたいんですけども、これどうしたもんかな。敵を異常状態にしたら MP が回復するスキルありますよね。これがいいのかな。
なんかそういうのつけないとちょっと戦闘が厳しいね。まあ、これは MP 回復しないのか。なんか MP 回復するやつがありますよね。HP と MP、まあ、それを入れていけばいいのかな。ちょっとこれ MP の管理をちょっとなんとかしていかないとちょっと厳しそうですね。ちょっとこれは厳しそうだ。まあ、とりあえずここは全然倒せますね。でこの後、もう一体敵がいて、でラストっていう感じですね。敵の攻撃力とかはね全然大したことないですけども、 HP が高いんで MP がちょっと枯渇してしまう。ちょっと長くなるんで2回目は飛ばして、ラスト来ました。これキャンディーを2発最初に入れた方がいい。もしかしてこれちょっと無駄なことしてるかもしれないですね。これキャンディー2発がいいな。 OK、まあ、うわー HP 高っけ、やだなー、HP 高い。サンダルフォンとタオをもう一番前にして、秩序の光とキャンディーを入れたがいいんだ。これ主人公ちょっと無駄でした、すいません、完全にミスった。ちょっと待ってよ、技もね、ほんと微妙だな。もうちょっと何かあればいいけど。 OK、 まあまあそれなりにダメージは与えれますね。こいつは確か HP 半分になったら、終わりだと思うので、まあ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  MP 持つかな、なんとかね持つでしょう。オッケー、しかしレベル100になった途端本当に敵の HP がバカみたいに高くなったな。いや攻撃力はね全然大したことないのよ、攻撃力は全然なんだけども、やっぱね火力が半端じゃない。オッケー、おおいいね。で上書き、いやこれ MP ちょっと厳しいぞ、 MP 厳しいぞ。 OK、 タンダバ使わないとねどうしてもダメージ入らないんで、あれは絶対入れたいのよね。敵のステータス元に戻ってる。 OK、 あでももう少し、もう少しで半分いきますね。あいや厳しいか、次で倒せる。期間、もう芝の体勢はもうバッチリよ、芝の体勢はもう本当にバッチリなんで、ダメージは全然受けません。もういったでしょ、もう半分、まだ意外と粘るな。よし、はい、ということで今日は最強キャラの芝を作りましたので使っていきました。スキル構成なんかはこれでもう間違いないかなとは思うんすよね。タンダバ、マダン。で、プレロマとギガプレロマ。で、向こう二つ入れて、マスクと皆殺し。間違いないでしょう。やっぱり耐性は絶対入れないといけないと思いますし、火力もしっかり漏れてるので、あとはステータスを上げるだけ
って言ったところですかね。はい。まあ、とりあえず、まだ他のキャラクターは全然上げておりませんので、そこも上げてやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。